皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-1335JP、メイコン、オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル、回収された SCP-1335JP はサイト TW-886 の標準収容セルに保管されます。台湾警察内の財団協力者により回収されたすべての赤色封筒はサイト TW-886 に送付され、それらの中の SCP-1335JP の存在の鑑定が行われます。SCP-1335JP 以外の赤色封筒は焼却処分されます。すべての SCP-1335JP 罹災者はサイト TW-886 に収容され、罹災者と SCP-1335JPA が写り込んでいる異常な写真は回収されサイト TW-886 で保管されます。罹災者を利用した実験にはレベル3以上のセキュリティクリアランスを持つ職員2名以上の承認が必要です。説明。SCP-1335JP は台湾東部の路上で確認される赤色の封筒です。内容物はニュー台湾ドル紙幣と女性の頭髪であり、頭髪への遺伝子検査は複数の女性の遺伝子情報を示します。SCP-1335JP の異常性はこの封筒を男性が拾った場合に発生します。ただし台湾全土に広がるメイコン風習により、地元の民間人が SCP-1335JP を取得することは基本的にありませんが、稀に現金目的の地元住民が取得するケースが報告されています。特筆すべき点として、SCP-1335JP が設置されてから他者によって習得されるまでの時間は非常に短く、これまで財団によって SCP-1335JP の習得とそれに伴う異常性の発現に成功したケースは1940年2月日が最後です。これ以降は、断続的に新たな SCP-1335JP 罹災者を発見、収容するに止まっており、研究は難航しています。SCP-1335JP の作成及び設置は、未婚の若年女性が死亡した際にその親族によって前述のメイコン風習にのっとり行われます。しかし、赤色封筒の作成プロセスには、メイコンにおける一般的な赤色封筒の製造プロセスと異なる何らかの異常プロセスが組み込まれており、赤色封筒の製造者は、この方法によって娘を蘇らせられると知ったため、など動機については説明可能であるものの、この作成プロセスに関する記憶及び当該プロセスに関する知識を得た経緯についての記憶を不自然に欠落しています。SCP-1335JP 内に複数の女性の頭髪が混入する原因にはこの異常プロセスが関連していると推測されていますが、特定には至っていません。罹災者による SCP-1335JP の取得から始まる一連の行われるメイコン儀式の際、死亡女性の機台として設置される、位牌を中心とする紙製の手足をウェディングドレスや各種貴金属により装飾され、頭部に女性の顔部の写真が貼られた人形、以下、SCP-1335JPA、と呼称、が時折自発的な運動を見せるようになります。この自発的運動は限定的なものであり、視線が罹災者へ向くように首が稼働し続ける、口元を押さえる、自らの指を折る、程度にとどまります。儀式終了後の SCP-1335JPA に対する調査では何ら異常性は確認できておらず、儀式終了とともにその異常性は喪失していると考えられています。映像ログ1335JP、1、被験者、D24121、撮影日、1940年、2月18日。吹き、記録装置は D24121 が装備しています。1940年当時台湾島は大日本帝国領地であり、財団による調査が困難でした。そのため鮮明な映像や音声の入手には成功しておらず、断片的かつ不明瞭な記録のみが獲得されています。記録開始。0分0秒。会場となる死亡女性の生家の一部屋には、結婚式用の衣装を着た死亡女性の遺族6人に加え、10代前半とされる少年が出席している。D24121 の隣にはその少年により支えられた SCP-1335JPA が配置されている。15分40秒。出席者全員が祭壇に向かい祈祷を始める。少年は次第にトランス状態に陥り、痙攣や意図しないジャンプなどを行うようになる。17分9秒。少年が突如意識を失いその場に倒れる。それと同時に SCP-1335JPA が小刻みに震え始める。
その後 SCP-1335JPA は頭部を D24121 の方に向け、5秒後に元に戻す。遺族たちは驚いた様子で顔を見合わせるが、やがて笑顔を見せるようになる。D24121 は困惑した様子である。18分20秒遺族が SCP-1335JPA へ近づき、娘の名を呼ぶなどして話しかける。SCP-1335JPA の動きはより大きく、明確なものとなり、遺族などのそばに直立し頭部を不定期に縦に振っている。SCP-1335JPA からは稼働音以外の音声は発せられないものの、遺族や D24121 へ向けて会話しているかのような素振りを見せる。D24121 は依然として SCP-1335JPA に対して警戒した姿勢だが、財団の指示通りなるべく親族らに対して友好的な態度を維持している。映像不明瞭。44分44秒。少年の体が激しくねじ曲がる。遺族が解放を始める。映像不明瞭。45分11秒。少年の体が元の状態に戻っている。D24121 は非常に打ち解けた様子で SCP-1335JPA に話しかけている。SCP-1335JPA は先ほどと変わらず首を振る動作をするほか、D24121 の発言に合わせて手を口元に動かすような動作を見せる。遺族は元の席について、SCP-1335JPA と D24121 の様子を静かに見つめている。49分11秒。SCP-1335JPA に貼り付けられた写真の口の部分から黒色の液体が流れ出る。この液体は即座に乾燥し、消滅している。50分7秒。親族らが見守る中、SCP-1335JPA と D24121 が口づけを交わす。その直後から親族らは続々と立ち上がり、涙を流して祝福する言葉を投げかける。SCP-1335JPA は力を失ったように崩れ落ちかけ、D24121 がそれを支えて抱きかかえる。画面左端では、少年が意識を取り戻し、起き上がって周囲を伺っている様子が撮影されている。記録終了。儀式から数日後、解放された取得者の自宅から不明な写真群が定期的に発見されるようになります。これらはすべて取得者と SCP-1335JPA が同時に撮影されたものであり、家族写真や旅行写真などシチュエーションは多岐にわたります。財団が D クラス職員を利用して行った実験では、D クラス職員へ貸与した宿舎より該当 D クラス職員と SCP-1335JPA が撮影された写真が定期的に発見され、該当 D クラス職員が収容された現在でも新たな写真が増加し続けています。ほい。上記の異常性について、冥婚儀式中に降霊術プロセスがあると指摘されたことからハルトマン霊体撮影機による霊体の観測が行われましたが、いかなる霊体の存在も確認することはできず、現在までどのような原理で SCP-1335JPA が自立行動しているのかは判明していません。また、発見された写真について元収集員の術師により鑑定が行われましたが、こちらにもいかなる霊体の関与も確認できませんでした。このことに関する調査は進行中です。以上です。いかがでしたでしょうか？それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。